飛べタレント、キンプリメンバーがハワイで集結。11-25の重大発表に向けた近く変動。ハワイでの遭遇から飛べエンターテインメントの未来を垣間見る。11月25日19時に予告されている重大な発表に向け、飛べエンターテインメントの舞台裏がハワイで繰り広げられている。滝沢秀明氏を含む飛べのタレントたちがハワイで目撃され。 ファンの期待が高まっている。特に注目を集めているのは、元キングプリンスへの平野市を、神宮寺ゆうた、岸ユうによるナンバーアイの活動だ。果たして、11月25日の発表は一体何なのか。ハワイでの激動の様子を追いながら、その真相に迫る。飛べタレントのハワイ滞在とファンの期待。 11月17日頃からハワイで目撃されている飛べタレントたち、滝沢市やナンバーアイのメンバー、さらにはイムプエの姿がファンの間で相次いで報告されている。その中にはハワイで他のアーティストとの交流がある様子も伺え、ファンたちの期待感が高まっている。 SNS 上では、ハワイに旅行を来たら昼にイムプエの人とタッキーを見つけて手振ったら近づいて話しに来てくれて握手できた。それで夜歩いてたら平野神宮寺騎士もいてトベの人めっちゃハワイにいた、といった目撃情報が広がりつつあり、トベがハワイで何かを企んでいるのではないかという期待感が高まっている。11-25の発表はハワイからの配信かハワイといえば、 かつてキンプリが6人時代を過ごした聖地であり、ジャニー北川氏がたびたびメンバーを連れて行った思い出の地として知られている。そのため、飛べタレントがハワイで集結し、11月25日に重大な発表が控えていることが、ファンにとっては興奮の敵となっている。女性編集者によれば、 ハワイは2021年3月末に金プリを脱退した岩橋玄樹さんも言った6人時代の金プリを象徴する思い出の地なんです。とのこと。また、ハワイでのイベントや企画は以前からファンにとっての楽しみであり、今回のトベのハワイ滞在はそれをさらに盛り上げている。11月25日の発表について女性編集者は、 ハワイから何らかの重大発表があるのかもしれません。飛べでのイベント開催のお知らせか、ハワイに関する重要な情報か、はたまた全く異なるものか、とコメントしてよりファンたちは予想と期待に胸を膨らませている。カウコン中止と飛べの対照的な動向。一方で、旧ジャニーズ事務所のファンたちは不安な時期を迎えている。 大晦日の NHK 紅白歌合戦への所属タレントの不参加が発表され、また恒例のカウコンも見送りになることが決まった。これに対してファンたちは嘆き悲しむ声を上げている。女性編集者は現状一つ言えるのは、現在の戸部周辺は来年に有力視されているナンバーアイのデビューなど明るい話題で盛り上がりまくっている、と述べ、 トベの活気あふれる状況を退避させている。ジャニーズ事務所の影響で不穏な空気が漂う中、トベは新たな展望を切り開いており、その動向はますます注目されている。地殻変動の予感がトベを包む。トベエンターテインメントは、ハワイでのタレントたちの動向や11月25日の発表を通じて、新たな章を迎えようとしている。 一方で、ジャニーズ事務所を含む旧来の勢力が厳しい状況に直面しており、アイドル界においては、地殻変動が進行中だ。トベの未来に期待と興奮が渦巻く中、11月25日の発表がどのような形をとるのか、ファンたちは熱い期待を胸に抱いている。ハワイの地で繰り広げられるトベの新たな冒険に、アイドルファンの注目が寄せられている。アイドルファン、